金の代わりに力を貸してほしいなんて変わったお客様だな。金利はちゃんと調べてきたのか？うちの事務所の金利は銀行レベルに低い。なのに借りた金を返さない奴らが稀にいる。その時は私もやむを得ず手荒な方法を取るしかない。いでよオメルタ、静かにしてもらおう。お仕置きが必要か？まだ状況が分かっていないようだな。はっ、と、安易な真似はよせ。お前のために用意した、いや、お前のために用意した、行け、代償を払う時間だ。後悔するにはもう遅い。代償を払う時間だ。まだ状況が分かっていないようだな。と、こうなると分かっていたはず。勤務時間の間は飲酒禁止か。ガキが知ったら喜ぶだろうな。ここの社員は一体何が楽しみで生きているんだ？